どうも。この国最後まで2月17日木曜日。今日も、日本市場弱かったです。昨日のアメリカが下げたこともありますが、しかし、相変わらず、日本市場は全般的に弱い。日経平均も、ありましたし、まずは全部お願いしました。これは何があったかというと、一部報道で、ウクライナ軍がロシア軍に何か発砲したとか、手榴弾を投げつけたとか、そういう話、まあ、ロシアの話があったんです。ウクライナ情勢ですね。で、それで下げたんですけど、結局ガセだったかどうだか、日本のメディアは全く報道しなかったので、そのまま若干戻しましたけれども、まあ、ただそこまで全戻しはできなかったということです。そして、マザーズも、それにつられて同じように、下げましたけど、ここですね、ここで下げましたけど、結局戻せずにそのまま横横して終わったということです。まあ、どうしても、マザーズは日経より弱く、まあ、アメリカが一番強くて、日経がその次で、で、マザーズって感じですかね、中身的には。もうどうしようもないですね、これ700ポイントも割る可能性があります。ということで、今非常にやりにくい相場なんですけれども、私も、ただ何もしないというのももちろん正しいんですが、ただ勘が鈍るので、今日は、一点突破で、海運株をずっと見てました。この、あ、間違えた。ここです。商船三井、日本郵船川崎汽船です。今日も調子は良かったんですけど、特に最初は、前盤始まってからずっと川崎線を見ていました。川崎線は、前盤、今日も強かったんですね。最初、このように、15分足とかで見たのがわかりやすいかもしれないですけど、9時に始まって、9時に始まって、で、ちょっとギャップアップしたんですかね。ギャップアップして始まったんですけど、結局ずる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 下がって、で、ちょっと戻して、で、まあ、昼5番に入って、ここですね。やっぱりここで、ガクンと下がってますね。で、結局3時まで横横してたっていうことですが、結局最初だけちょっと勢いが上がって、あとはずっと下がったってことなんですけど、私はもうここら辺で取引を午前10時とか11時の間で少し落ち着いたところで取引を一瞬しましたけど、7000、ここにあるんですが、実現損益で言うと、まあ、ほとんど取引ができなかったんで2465円なんですけど、ここですね。7655円で購入しました。刺したんですけど、なぜか7650円で刺したんですけど、なぜか7655円で刺さって。で、ここで、正直、ずるずるずる落ちていったんですけど、なんとか7680円まで上がったんで、もうこれじゃ上がんないと思って、即ここで、利益確定したということです。もう完全なるデイトレなんですけど。ただ、海運株っていうのは、一つ言うことは、マザーズと違って、ボロクソに落ちる。まあ、たまに柄来ますけど、そこまで、柄が来ないのがいいと思います。そうなんですよね。商船株っていうのは、柄起きにくいんですね。柄少なめ。で、なんでかっていうと、柄が少ない理由は、柄っていうのは、いきなりドカーンと落ちることですけど、それはなんで少ないかっていうと、配当が高いんです。配当が、商船三井だと確か1000円とかじゃないですかね。年間配当が1000円ぐらいあるんですけど、ということは、年間配当が1000円ということは、100株、まあ1単元100株持ってると、
イコール10万円ですよね。だから多分利回りが11%ぐらいあるんだと思います。まあ、為替規制は400円ぐらいだと思いますけど、商船三井とか高い、日本郵政も高いです。ですので、ちょっと今日は、もう、昨日みたいに、マザーズ銘柄は触らずに、マザーズ銘柄触ると地獄を見るので、マザーズ銘柄は今日も最悪の動きをしてましたんで、この3銘柄に、で、商船三井もずっと狙ってたんですけど、やっぱり今日はちょっと弱かったんで、ちょっと買えなかったですね。案の定ここまで全然戻ってこなかったんで、ここですね。ここでちょっと上がったんですけど、ずーっと下がっていって、ロシアの、ウクライナの報道があったんで、で、あとは横横で終わってしまったということです。結構今日は値動き激しかったと思うんですけど、ただ、相変わらず RSI も18ですし、これは、売られすぎ、買われすぎの指標を示す RSI は低いです。で、MACD はちょっと交差してません。デッドクロス、ちょっとデッドクロスになっちゃってるんで、11時にデッドクロスになってるんで、ちょっと買いづらいっていうのこともありました。で、短期移動平均線、中期移動平均、長期移動平均線はいずれもほぼ平行横横なので、ちょっと様子を見たいということになると思います。まあ、比較的値が逆株じゃないとなかなか利益が出ないんですけど、値が逆株でなおかつ買いやすい方かなとは思います。で、あとは、持ってるのは、空売り、あ、売りで、空売りで持ってるのが、東証マザーズ ETF ですけど、まあ、マザーズ多分まだ下がると思うんで、これですね。東証マザーズ ETF、少しだけ持っています。36円です。ただ、空売りも勉強しとかないと、デイトレの場合は空売りもできないと、ダメだと思いますんで、空売りの練習のためにやってます。で、あとは、持ち越してるのは、国債の ETF、VTI ですね。ごめんなさい、間違えました。VIX です。まあ、恐怖指数と言われてますけど、多分まだ一回下がってますけど、まだ上がってくると思った。あと、原油もおそらくウクライナ情勢によってはまた上がってくると思うんで、ちょっと持ってます、まだ。持ってるっつっても50株ずつしか持ってないんで、その大したことないんですけど、あとはまあ銀行株と関西での、TPER の銘柄をちょっと触っておこうかなとそろそろ思ってますが、ちょっと地合いが悪いんで、まだそんなにバーンと買うことはしないです。ちょっとずつ積み立てていくぐらいの気持ちで、まずは銀行で最も国際的に強いと言われている三菱 UFJ 銀行と、あとは電力ですね。関西電力は東京電力が強い、電力が強いんで持っています。で、あとは TPER で買っていきたいっていうのはこの一覧に書いてます。まあ日本製鉄ですとか、あとはまあ、海運ですね。あとは LA ホールディングスっていうのはこれ不動産なんですけど、他の不動産の銘柄に比べると PER がめちゃくちゃ低いんで、これは狙いどころかなと思います。で、配当が高いです。で、なおかつ、まだ上場して2020年おととしっていうのでいいと思います。あとは、TPER で見ていくと、あとはまあ西松建設、まあ、あと白桃とかも、白桃は多分、半導体の専門商社なんですけど、これも結構、PER が低くて、9.29ですね。コウモリ丸です。で、あと西松建設大手とか、あと JFE、鉄鋼、NS ユナイテッドは、海運ですけど、海運、これも、配当は高いです。で、3月に、配当が、権利付き落ち日が来るので、みんなそこまである程度安定してるんだと思います。三菱商事とかは商社ですけど、三菱商事も3月の配当、権利付きがあるので、権利落ちがあるので、これも安定してると思います。あと、ソフトバンク、電気通信も、3月にあります。ソフトバンクも3月です。で、PR 低い。あと、イーノ海運も、海運で、イーノ海運とか、こうちょっと出遅れ銘柄とかも下がっていきたいなと思って、あと、82銀行って地方銀行ですね。あと、損保とか、あとは、金融、GMO フィナンシャルとか、
あとは、まあ、運輸とかも、まあ、比較的 PR 低い。あとは、ジャックスとか、日本製工場結構ですね。あと、AGC とかガラス。まあ、素材の方の、まあ、安定感はあると思います。双日は商社。あとは、三菱 UFJ とか、三菱住友フィナンシャルとか、銀行。まあ、インペックスはちょっと、色が違いますけど、これは石油関係です。原油関係です。あとは JT は高配当銘柄ですけど、一応候補に入れてます。あとロードスターキャピタルは不動産とかもいろいろやってる会社なんですけど、ここも PR は低いので配当は高くて、なおかつまだ新しい会社で、ご覧の通りチャートがものすごいギューンと上がってるんで、で今日も全く下がらないので、ちょっと注目しています。あとは、まあ、ネクステージとかも非常に安定感があって、なかなか下がりません。下がっても本当、まあ、こんな美しい、こういう、右肩上がりのラインを持って上がっていってますんで、ネクステージもちょっと注目しています。あとは、まあ、電通とか、マスコミの電通とか、明治海運、玉井商船、まあ、ここら辺は商船、海運ですけど、あと東京きらぼしフィナンシャルグループも安定感があります。あと、富山第一銀行とか、ひろ銀とか、は中央銀行ですね。あと、KDDI 通信。で、新スカーフは、半導体。とは、まあ、トヨタ、三井物産とか、水野フィナンシャルとか、東京海上ホールディングスとか、まあ、大手、もう日本を有する企業などは、比較的安定しているということです。まあちょっと今日、金融はガツンと下げてますけど、まあこういうこともあるんで、なかなか油断はできません。変動証明とかも結構、あまり注目されませんけど、結構いい株かなと思ってます。というような感じで、TPR をメインに今度は、しばらくはちょっと様子を見たいと思ってます。IPO は、やっぱり今日もこのようにフレクトマイナス9%、サイエンスアーツマイナス7%、鉱工業はマイナス4%、GEI はマイナス3%、ヒューガープライマリーがマイナス3%、アスタリスクマイナス2%、アイドママイナス3%、プラスアルファマイナス0.15%、JDSC マイナス6%、GRCS マイナス2%、セイフィーマイナス5%、サンウェイカ工業プラス0.76%、フリーマイナス5.47%、アジアクエストはマイナス8%、リカバリーマイナス1%、セイファートマイナス11%、ライトワークスマイナス10%、カラダノートマイナス9%、アクリートマイナス5%、モータルちょっと違いますけど、というように、ちょっと、値動きが激しい。まあ、上がるときは上がるんですけど、下がるときはもうめちゃくちゃ下がるんで、ちょっときついかなと思います。あとは、前日の好材料銘柄を見ていっても、やっぱりベステラもプラス1、クロスキャットもプラス7、DD ホールディングスプラス1、サンマルクが1.42、エクスターズがマイナス3、クロスマーケットマイナス1.59、ロボットペイメントがプラス16、これ良かったです。RSC がプラス5、ですかね。いうふうにまちまちなんで、決していい決算出したり、なんか好材料出てもこのような状況です、今の銘柄、時代というのは。で、天馬が候補として挙げているものは今後にあるんですけど、どれも散々たるもので、ということです。ほとんど上がってません。もうロードスターキャピタルだけ異常に強いんですけど、まあ、これもいつまで続くか。あと、アスカネットもずっと強かったですけど、ちょっと今日やっぱり若干落ちましたね。最後落ちて、しかしガーンと上がってますけど、これもちょっと正直上がりすぎてる感じなので、厳しいと思います。まあ、今年は天馬がちょっと厳しい時代かもしれません。あとはまあ、全体的にグロース株はみんな叩き売られてて、ベイカレントも4万円切っちゃいましたし、レーザーテックもマイナス、ずっとマイナスですね。まあ、リービングプラットフォームは調子良かったですけど、まあ、セルソースもマイナス4%。グローバルウェイがマイナス7%。フロンテは、叩き売られて、ストップ安まで行ってしまったので、マイナス20%です。
アミタホールディングスもマイナス8%、バルミューダマイナス0.4%、サイエンスアーツマイナス7%、GMO ペイメントゲートウェイもマイナス3%、オービックマイナス1%、モモタロウはプラス2%。モモタロウ最近調子がいいですね。モモタロウ時代に関係なく今強くなってます。あと、オーケストラホールディングスマイナス2%、ズームマイナス3%、ビューティーガレッジ1.2、ヒーライブホールディングスマイナス0%、0.7%、ランディックスマイナス0.4%。まあ、このあたり、普段マイナス1.8%、ビジョナル、マイナス、まあ、ビジョナルみたいな、こう、ある程度強い銘柄も下がっているという状況です。SRE ホールディングスももうすっかり叩き売られてて、マイナス6%。不動産ですけど。というような状態なので、グロース株は厳しい状態だと思います。あまり触れません。ということで、今日はこの辺にしたいと思うんですけど、まあ、明日以降も、もうウクライナ情勢と、まあ、FOMC の議事録があんまりサプライズなかったんでよかったんですけど、明日以降もちょっと、全く読めない状況が続くと思います。まあ、今日のアメリカも多分下げると思うんで、この、ロシアがウクライナ軍が砲撃したっていうので下げましたね。FOMC の議事録はそこまでではなかったんですけど、ここですね。5番に入ってロシアメディアがウクライナ軍に砲撃を開始したっていうのは、それで下落したと。もう今は報道いて一喜一憂するような下落、時代なので厳しいと思いますね。キーエス、リクルートホールディングスとか落ちてしまっているという、レーザーテックス、オートマング、トヨタ自動車などなんちゅうの、イヌイキセン、ネットプロホールディング、近鉄エクスプレスなども下落率上位。優先とか良かった。優先は、今日も良かったですね。三菱商事も強かったっていうことですね。あと、フィールズなども調子が良かったということです。まあ、明日以降もちょっとどうなるかわかりませんけど、しばらくは様子を見ていきたいなと思います。現在は、やっぱりダウ先物下がっています。あと、日経平均先物はちょっと上げてる感じ。まあ、でもちょっと押し込まれてる感じですね。あとは、ハンセンはもうちょっと下がっている。香港。恐怖指数はちょっと下がってきてますけど、また何かあればすぐ上がります。で、利回り相変わらず高くて2%超えてますね。ビットコインちょっと下がってます。原油もちょっと下がっている。という状況で、今日のアメリカによってはまた日本市場は下がると思います。ということで、今日引き続き厳しい時代が続きますけど、なんとか乗り切っていきたいと思います。皆さんもお互い頑張りましょう。で、最後に、私は昨日アメリカで一銘柄買いました。アップスタート。私が160万負けた、まあ、悪夢のマイナス160万のアップスタートですけど、昨日33%、決算がむちゃくちゃ良くて、33%上げました。で、買ってやりましたけど、まあ、2株しか買ってません。やっぱり恐ろしいです。普通の試合ならば、金融を緩和してる、去年のような試合だったら、多分ガンガン上がってくるんでしょうけど、今は業績相場で、なおかつ、こういうハイパーグロースは、金利が高いと叩き売られるので、私は、この、超ピーク、高値、超高値掴みして、ここで掴んで、ガーン下がって、後にスローバイ売りしたっていう、163、160万売りましたけど、なので、悪夢の銘柄ですけど、まあでも、かといって勇気を持って、どんどん調子がいい時は乗ってった方がいいというふうに思いますので、ちょっと様子見ながら買い増ししていきたいなと思ってます。まあ、なんかすごい、やっぱビジネスモデルが収益化しやすいというか、いいらしいんで、ちょっと、引き続き見ていきたいと思います。それでは今日はこの辺で、さよなら、さよなら、さよなら。